はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。11月29日日曜日、定休日でした。今日はですね、ちょっとゴロゴロしてまして、休みなんで、でまあ、スマホスタンドね、人を堕落させるね、アイテム、スマホスタンドに、スマホを挟みながらですね、ベッドでゴロゴロしながら、まあ YouTube 見たりねしてたんですけれども、まあ、タイムラインにですね、まあ、札幌のお店が多かったかな、まあ、札幌とか、まあ、北海道の何軒かのねお店がもうちょっと限界ですみたいなね、お話をされてる動画がね何軒かありまして、まあやっぱりきついよなっていう感じですよね。まあ、時短営業してもまあ、もらえる、ね、金額は微々たるもんですし、まあ、札幌市内でしたらね、すすきのあたりだったら家賃、ね、払ったら終了ですからね。でさらにね、もう、時短要請、まあ、それで、まあ、時短要請に、ね、応えてない店には行くなみたいなね、お達しもあるみたいなんで、守ってもダメ、ね、要請を守っても金が足りない、でもう金が足りないからね、しょうがなく開けても店には行くなっていうようなね発言を上の方がされてるから、まあどっちにしてもね地獄だなという感じなんで、もうね首絞められてるような感じですよね。真綿で、まあこれはねもう全国、まあどこのね、まあ飲食店、まあ居酒屋業界にもね言えることなんでしょうけれども、まあじわじわとね、まあ絞められてるような感じですよね。まあ、特に大都市圏の、まあ、今時短営業とかね、まあ、自粛、ね、要請じゃないですけれども、まあ、東京都でしたらね、まあ、時短営業となおかつ、小池都知事がですね、まあ、自粛してくださいねというようなね呼びかけも、してますから、まあ、実質ね、まあ、緊急事態宣言してるみたいなもんですからね。まあ、どこのね、お店もかなりねお金が厳しくなってるんじゃないかなと思います。まあお金だけじゃなくてね、もう精神面がね結構限界に来てるんじゃないかなとね思います。でまあなんとかね今年をやりくりしてね、まあ、なんとか年をね越せたとしても、今度ね1月2月はまああんまりね売り上げが上がるような月じゃないんで、まあそのままね3月で、今度は3月はまだね歓送迎会はないでしょうから、忘年会なし、ね、歓送迎会なしってなったらね、もう3月4月がないとなったらですね、ないないないって来てますからね。で8月が死んでて、まあ8月が今年はね死んでて、で年末のね11月12月のね忘年会が死んでるんで、もうどこもね余力がある、まあ、稼げる月が全部なくなっちゃったんで、まあ、余力がねあるお店というのはもう少ないと思いますので、もうこのままの状態で来年に突入しちゃうと、まあ、3月4月で、まあ、4月、まあ、個人事業主だったら4月かな、4月にまあ税金関係がねまとめてきますので、まずね消費税が払えないですよね。まあ、消費税はね預かり税だっていうね方もいらっしゃいますけれども、まあ今回みたいにね、まあ売上が立たなかったらですね、まあ売上が立たなくても、まあ利益がね出てなくても大赤字でも乗っかってくるのが消費税なんで、まあ預かり税だとしてもね、まあ支払いができなかったらね使っちゃいますから、まあどこのお店でもそうでしょうけれどもね、まあ余剰金がなくなってるという感じで、まあたとえねキャッシュがあったとしても、それ借り入れのねキャッシュであって、なんとかね店をやりくりしようと思ってね生き抜くためにね借りたねお金であっても、かなり、まあ例えば、政策公庫金、国金さんね国金さんからお金を借りたとしても、で、無利子無担保でね借りてるお金があったとしても、それを借りててもじゃあ何に使うかって言ったら、社会、まあうちはあんま関係ないけど、社会保険料とかね払ってるとこだったら社会保険料で、まあ来年のね4月だったら、まあ個人事業主だったら4月にまとめてくるんで、まあ、4月にね、消費税払えないからっていうんで、まあストックしてたねお金
借金で、まあ、借り入れしてたお金の方で消費税を払うみたいな感じなんでね、になるでしょうから、せっかく借りてるのをまた国に、国から借りてるのをまたそっちの方に返してるだけなんで、何なのかなっていうようなね感じになっちゃうと思うんで、それでだん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 また、お金がねキャッシュが減ってって、でまた、予定納税前年のやつが来るんでね、予定納税のやつでまた払ったりとかですねするところもあるでしょうから、もうそうなったらねもうどん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 なくなっちゃって、でもっとね立ちが悪いのは、持続化給付金を受けてるところも、持続化給付金っていうのはこれ、ね、税金かかっちゃうやつなんで、意外とね赤字だったからセーフかなと思ってたら、この持続化給付金分のに税金が乗っかって所得税とかね発生するところもあるかもしれません、まああると思うんで、そしたら利益扱いになっちゃうと、まあ試験民税とかもねばっこり来ちゃうので、結局来年きつくなるところがね結構あるかなっていう、気がせんでもないなと思いますね。消費税はね本当に来年消費税普通にね取るとしたらかなりきついですよね。でまあ延期猶予ね、猶予期間とかいうのももしかしたら出るかもしれないですけれど、免除には多分なんないと思うんで、きついだろうなっていう感じですよね。何ぼらいのかな、20、消費税 1% 上がったら2、3兆円分ぐらいかな、だから 10% なんでね、20兆から30兆ぐらいあるのかな消費税分が。でねこれをね確実にね徴収できるかって言ったらね、もう払えませんっていうところもねあると思いますのでね、まあ国は国でね、まあ、これを当てにしてたらまあえらい目に遭うんじゃないかなっていう感じですよね。まあ結局ね、まあ国債吸ってですね、出すしかないんじゃないかなっていう感じですね。だからまあ今年ねなんとかやり過ごしても、まあ来年ねかなり厳しいかなっていう感じですよね。稼げる月っていうのはね、前半戦はちょっとなさそうなんでね、まあ、今の流れだったらゴールデンウィークぐらいまではもうなんか今の感じでいきそうなんで、ゴールデンウィークまでね行っちゃうとかなり終わるところが多いだろうなっていう感じですよね。はい、まあそんなねちょっとね暗い、妄想をしながらですね、だらだらしてたんですけれども、たまたまね前、まあ、同級生がですね、まあ、ハーレー買ったみたいなね話をしてたんで、ハーレーかと思ってですね、ハーレーのなんか YouTube みたいなのをね見てたら、まあ芸人さんがね、ハーレー好きの芸人さんが、まあ買えないけれども、ハーレーをね紹介する、ハーレーのお店の店長さんとまあね一緒にハーレーを紹介するみたいなね、チャンネルがあってですね見てたんですけれどもね、ブレイクダウンやったかな、ブレイクアウトやったかな。すごい 1200cc ぐらいのねバイクがあったんですけれどもね、でまあそのね今その紹介してた芸人さんが、今手持ちが4000円しかないですと、で4000円でね買えるパーツは何だと、ハーレーのねパーツで、そしたらもうこの辺のなんかネジ1本っていう感じなんでね、まあ、ハーレーはとりあえず金がかかるなというのをね改めてちょっと思った次第ですね。でそういうねバイク動画見てたらですね、バイク欲しいなと思ってですね、もう今中免は持ってるんですけれども、まあ、大型免許はないんでね、大型バイクに乗ることはないんですけれども、まあ来年大型免許取ろうかなっていうね感じな、気分になってきましてですね、で大型免許を取ったらね、大型バイクが欲しくなるでしょうかけれども、大型バイクをね、まあ維持しようと思ったらですね、まあそのままね普通の賃貸マンション住んでたらですね、外に置きっぱなしだとねもうボコボコになっちゃうんでね、雨ざらしだと錆びるし、まあ駐輪場に置いてたらね、まあ、チャリンコが倒れてきて傷がつくとかね、昔大阪でね学生の時にですね、まあ、RZ2 班乗ってる時にね朝学校行こうかなと思って乗ってまたいだ瞬間にパッとタンク見たら、タンクにバコーンと
なんかね殴られたようなね跡がついてましてね、発狂した記憶がありますのでね、多分メリケンサックなんかつけてバーンって素手でへこむようなね感じじゃなかったんでね、うわ立ち悪いやつがおるなと思ってですね、まあ、そういうね、危険性もありますのでね、まあ、特に大型バイクになっちゃうとですね、まあ、まあ高級品になっちゃいますので、ガレージがいるなと。ガレージだけ借りるとなるときついから、もう家付きのガレージが欲しいなと、いう妄想にね広がりまして、でまあガレージ付きのね家があったら、まあ、庭と、畑欲しいなというさらにね広がりまして、畑ね庭があったら犬飼えるなと、でまあ、ついでに庭があったらですね池掘ってすっぽんね放し飼いできるなというようなね、どん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 ね妄想が広がっておりまして、ただ、店のねトリマンの近所じゃないと遠くに田舎暮らしはめんどくせえと、じゃあカナトでねそういう物件があるかと、たとえあったとしてもね、バカ高いだろうなと、うん、全部入れたらねまあ 4,000〜5,000万コースかなと、金はないと、金持ちになりたいと、頑張ろうというモチベーションになった次第でございます。はい、まあなんかね楽しいことこの年でね、なんか、昔ねできなかったこととかね、まあ改めてねやりたい欲しいものとかね憧れ的なものをね叶えようと思ったらですね、ある程度のね金額お金がね必要になってくるんで、まあなかなかね、お金は大事だよっていう感じですよね。まあ、ただね、まあ、基本的には物欲はないんでですね、今何やりたいかなと思ったらですね、この間まあ同級生とね電話で、本当何年かぶりにね同級生と電話でじっくり長時間話すようなこともね何十年ってやってないんでね、まあ、ちょっとね昔が懐かしくなってですね、わ同級生ね昔の同級生集めて、酒飲みながらね桃鉄やりてえなっていうのが今一番やりたいことかなっていう感じですね。安いでしょ金かかんないですよね。まあ、そういうのをやりたいなと思うんですけれどもね、まあ基本的にねもともとアウトドアでもないですからね、同級生集めてねキャンプやろうみたいなねメンバーはいないですしね酒飲みながらうだうだやるのがねいいかなっていう感じですよね、っていう感じですね。で今日ねちょっと、さらにねまあ唯一嬉しかったことがね、まあ、チャンネル登録はね昨日まで102人だったのが一気にね104人になってました。これねちょっとね、かなり嬉しかったですね。はい、年内ねもしかしたら、110人ぐらいね行くかもしれませんねという感じですね。はい、というわけでねもう明日がね最終日、11月のねファイナル営業日となりますので、なんとかね、白星でね終わりたいと思います。あ、ちょっとね忘れてましたけれども、今日ね、ジャパンカップね、三冠馬がね 3頭ね出走するという、もうかなりねもう有馬記念どうすんのっていうようなねメンツが、有馬記念はもう誰も見ねえんじゃねえかなっていうようなね、メンツでしたけれども、見事ね、私の予想に反してアーモンドアイがね圧勝しまして、若手のね三冠馬2頭をね撃破して黒星つけて優勝、まあ、勝利してまあそのまま引退という形なんでね、もう早々とねもう近々、遠くない未来にねアーモンドアイのね子供が走る姿がねまた見れるようになるんじゃないかなという感じですね。もう最近牝馬がね早めに引退して、まあ繁殖の方に上がるパターンがね結構多いので、まあ長くはね現役レースが見えないですけども、やっぱ強い馬は強いなって感じでしたね。すごかったです。でね、私の家はねテレビないんですけれどもね、 YouTube でねあのライブ中継やってるかなと思ったんですけどね、ライブって書いてたんですけど、先に Twitter のねタイムライン見たらもう先にねあのネタバレ、アーモンドアイ勝利みたいなのね流れてきてましたので、あ、ちょっとライブって書いてたけどタイムラグがあったのかなという感じでしたね。もっとね、岡部さんね、岡部幸男さんがね、解説で出てましたけれどもね、いやーちょっとねテンション上がりましたね。すごいレースでした。はい、でしかも三冠馬がね 1,2,3 でねもうガチガチのねレースでしたね。
いやー、しびれました。はい、はい、というわけでね、明日、ファイナル営業日となりますので、ご来店の方ねお待ちしております。ご予約の方もねお願いいたします。明日ご予約ないんでね、0832321619まで、よろしくお願いいたします。はい、まあ、ゴロゴロしてましたけれどもね、日が変わってから、ちょっと よいしょという、ね、思い越しを上げて、店でね、店にやってきまして、まあ、店のメンテナンスとね、お掃除してきました。で、YouTube ね、撮ったので、動画撮ったのでね、もう帰ってアップしてね、寝たいと思います。寝れるかな、夕方ぐらいね、本当は来ようと思ったんですけどね、なんかゴロゴロしてたらね、またそこでぐっと意識がなくなって、夜になってましたからね。なんか41歳になってもなんか意外と寝れるなという感じなんでね、まだ体は若いのかなっていう感じでございますね。こんな格好してますけれども、寒いなと思ってですね、 長いのがたまたまね、アーマーしかなかったんで、まあこれ着てますけれども、別に今日はね何も運動しておりませんという感じです。はい、まあ11月はね、まあ前年大幅ダウンはね確定してるんで、でね、12月がね取り返せるかって言ったらね、取り返せないので、まあ 2ヶ月連チャン前年大幅ダウンほぼ確定なんでね、きついなっていう感じですね。はい、というわけでね、帰って寝ます。はい、ご視聴ありがとうございました。